続いてサッカー J2 のファジアーノ岡山です。昨日はアウェーで順位が下の札幌と対戦しましたが、3失点で敗れ、順位は5位に後退しました。ファジアーノ、下位の札幌相手にアウェーで勝ち点3を目指しました。今日は出足がいい札幌。しかし開始早々の前半4分、相手に攻め込まれ、ディフェンダー後藤が出したバックパス。徳永が行く、シュート。これがゴールキーパーに渡りませんでした。停滞ミスで札幌に先制されます。右足で冷静に流し込んでいきました、徳倉。それでも前半25分、ファジアーノはフリーキックから。香山シュート、とコース変わって決まりました。開始早々にミスをした後藤がこぼれ球を決め、同点に追いつきます。後藤が決めました。同点に追いついたファジアーノ。しかしその直後でした。今度はパスミスからシュートを決められ、再び引き離されます。1点勝ち越し30分、札幌。前田、利き足ではない右足。出てくる可能性はありますよね。岡山シュート。この後ファジアーノはゴール前に攻め込むものの決め手を欠き、得点を奪えません。シュート、ブロック入った、パウロン、また落としてシュート、枠を捉えられませんでした。さらに1点を失ったファジアーノ、3失点と精彩を欠く内容で完敗、順位を5位に下げました。いやちょっとね、ここ数試合ディフェンスのこう一瞬のミスを突かれてというね、失点が少し目立ってきているようなね、印象がありますからね、はい、残り試合なんとか勝って勝ち点を重ねていってほしいですね。勝ってほしいですね、はい。それでは順位表をご覧ください。引き分けで勝ち点を1つ伸ばした北九州がファジアーノに代わって4位浮上、ファジアーノは5位に後退です。ファジアーノ次節は28日ホームで水戸と対戦します。スポーツでした。